風に舞い上がるビニールシートは森江戸の短編小説集とその表題作、またその短編小説を原作とするテレビドラマ第135回直木賞受賞作。単行本は2006年5月に文芸春秋館。文庫本は2009年4月に文春文庫館。東京の UNHCR に勤務する女性の愛と天真を描いた表題作のほか。 上司である、天才的景気職人に本弄され結婚との狭間で、揺れる女性を描いた、器を探して、捨て犬の世話をする、ボランティア活動に一主婦が献身する姿を描く、犬の散歩、大学二部で学ぶ男性がレポートの代筆を、依頼するため伝説的な先輩学生を探す、守護神、仏像修復に尋常ならざる、情熱を燃やす、不器用な職人と親方との確執を描く、 金の音、クレームへの謝罪に赴く中堅の出版社社員と若い玩具メーカー社員の世代間ギャップを描くジェネレーション X の6編より構成されている。土曜ドラマ風に舞い上がるビニールシートは NHK の土曜ドラマ枠で放送されていた日本のテレビドラマ全5回上記の短編集に収録された表題作風に舞い上がるビニールシートを原作に制作されており そのため原作中には登場しない多くの設定、人物が追加されている。ここでの時間表記はすべて日本時間とする。2009年6月20日はセーブ・ザ・フューチャー放送のため休止。ありがとうございます。